今回は大好物のアイドリングの皆さんが大好物だよね、はい、食べちゃうんですかね。久々に名古屋に来るということでその楽屋に突撃インタビューしてまいりました。やっぱり私の企画と同じ内容ですね、うん、だって俺が言いたかったもんアイドリングは。それではその時の模様をお聞きください。どうぞ。お願い。はい、今日はですねおねだり大好きなマーナイス鈴木がですねアイドリングのみんなが名古屋に来てるということで今彼女たちのいる楽屋の前にいます。なんだか寝起きのドッキリみたいなんですけどそれではちょっと突撃したいと思います。どうもマーナイス鈴木でーす。久々と言いながらですね僕はあの最近ねあのパチンコが出たんですよねみんなの、うん、それであの CR ドッキリ丸ごと水着女だらけの水泳大会を打ちまくってます。ありがとうございます。それでまず自己紹介をここでしていただかないといけないんでまず自己紹介を順番にお願いいたします。はい、アイドリング6号の友岡えりかです。9号の横山瑠璃香です。12号川村ゆいです。19号立花ゆりかです。23号伊藤優奈です。26号小島ちかです。32号関山由です。せーのアイドリングです。一緒に俺一緒にってどういうのよ。おっさんの声が入っとるって言われなんてない。本当はだってあの番組の日じゃないんでで僕だけしかいない。いつもはここはあの安藤優香っていう女の子がで突撃リポートって言って女の子やってるんですけどスケジュールが俺しかない。なんで俺だけなので俺が来たっていうということでね、そのさっきも言ったんですけどあのパチンコ CR ドッキリ丸ごと水着女だらけの水泳大会この番組はですねコンコルドっていう愛知岐阜でパチンコ店をやっている大きい。わかる？わかるの？あ、ちょっと言っといて聞いてますか？コンコルドの人聞いてますか？ちょっと今わかんないんですけど。川村ゆいちゃんです。川村ゆいちゃん。川村ゆいです。あ、よくありがたいね。じゃあそういうことでそのパチンコの台の名前を言ってもらおうかな。え、あ、そうですか？そうだそうだ。CR ドキ丸ごと水着女だらけの水泳大会。そう、それどれそれあのやってきたよね俺、うん、面白いね。騎馬戦やったりなんかリーチがかかるなんかあの腹筋の時なんか辛そうな顔してたよ。あ、そうです。あれ2パターン取ったんですよ、うん、当たりっていうか、うんうん、時の顔とあと、うん、ちょっとダメだった時の顔で。あ、そうなんだ。いっぱい撮ってるからどういう風に編集されてるのか私たちもまだ全部見切れてなくていっぱいですもん。そうなんだ。マーナイさんが多分一番知ってると思いますあ、マジで、はい、散々やったからね本当にほっとんやった。で、そのこの番組はですねおねだりミュージックアワーということでゲストに来てくれた皆さんにおねだりをしているんですけど、はい、何しようかなと思ったんですけどやっぱりチェキがいいかなと思って。あ、いいですね。いいでしょチェキが。ラジオだけにやっぱりチェキがあった方が良いのかなと思って。でさ個人一人ずつ7人のと集合を取ったのをリスナーの皆さんにサインつけてプレゼント。で誰が欲しいかっていうのも書いてもらって。うわー、差が出るよ、差が出る。えらいこったよね、こんかったら。もうなんか自分で応募しようかな。言っちゃいますね、これ。でも大丈夫、本当にすごく来るって。アイドリングだもんね。で、そのサインを一人ずつしてもらって、で、それをあのリスナー様にプレゼントをするということで。はい、で、その代わりに、あなたたちも、なんか、おねだりをしていただければ。お金はげんよ。いや、そんなこと言ってないですよ。言ってない。かけていただいてるじゃないですか、うん、そう今ね、はい、6月のマンスリーエンディング曲って、ありがとうございます。マンスリーエンディングにかかるのが このこれからご紹介いただくね新曲ね、うん、キュピーがかかっております。はい、ありがとうございます。結構キュピーはかけていただいてるんですけど、うん、カップリング曲をまだかけていただいてないかなと思ったので、うんうん、次の月のマンスリーエンディングにぜひドーナツの向こう側を行こう。そんな厚かましい女お前だけだ。いや本当にね本当にいい曲なんですよ。いい曲。あ、知ってる、知ってる。もちろん知ってる。嬉しい。カップリングいい曲だよね。ありがとうございます。あの通常版に入ってるのはと全員が歌ってる。はい、はい、そうです。はい、あのセリフは誰が言ってるの？ゆなちゃんとか。はい、私とあの菊池亜美ちゃんと橋本楓ちゃんと英子が。かわいい。ちょっと待って、あのヒントのおじちゃんみたいな目つきがちょっと毎日いや、びっくりですよ。
じゃあその曲をどうしたいんだろうね。そうですね、それみんな、おいメーカーの人たちももう直撃しとるぞ。とりあえず今かけてもらってもいいですか。このとにかく今日はかけるね。本当ですか。そう、そんな感じで、じゃあそれでいきましょう。はい、そういうことで、ありがとうございました。それじゃあ、最後に曲の、そのカップリングの方の曲ですね、かけるのは、それを皆さんでご紹介いただきましょうかね。どうぞ。はい、それでは聴いてください。アイドリングでドーナツの向こう側。はい、ありがとうございました。アイドリングの皆さんでした。ありがとうございました。ドーナツほら分けてあげる、もう一人じゃないんだよ。あってもね、はい、アイドリングのみんなはね、可愛いでね、あの初めて会ったメンバーもいたりするんだけど、はい、なんか可愛かったね。なんかね、ちょっとメンバーにはね、はい、後でね、まあさん好みでしょあの子って言われちゃったりもしたんだよね。もう分かってるんですね。バレちゃった。分かんないです、うん、はい、はい、それではここでアイドリングの皆さんからいただいたサイン入りチェキの応募方法をお知らせします。このグッズが欲しいという方は FMI1 にある番組ウェブサイトからアイドリングプレゼント希望と書いてどんどん送ってくださいね。はい、7人とお会いしたんで、はい、7人分ある。1人ずつ全部取ってきたもん。豪華ですね。それと7人まとめて1個取ったで合計8名様にプレゼントするんで、はい、ぜひ応募してみてください。はい、突撃おねだりボーイマー君が行くのコーナー。